皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は5万人感謝、そして大切なことをお話します。いつも動画のご視聴ありがとうございます。この度ですね、このがん情報チャンネルの登録者数が5万人に到達しました。チャンネルを開設して2年と1ヶ月になるんですけども、こんなにもですね、多くの方にご登録いただいたということで本当に嬉しく思います。今回はですね、感謝の気持ちを込めてがんについて大切なことというのをお話したいと思います。それはですね、がん治療の運命を決める3つの出会いということです。どういうことかと言いますと、がんはですね、3つの出会い、関わりで良くなるということです。でまず1番目は主治医、医療者との出会い、そして2番目は治療をサポートする情報との出会い、そして3番目は自分の治癒力との出会い、それぞれについてお話していきます。1番目は主治医、医療者との出会いです。これはある意味ですね、最も重要かもしれませんね。がんを克服するためには、信頼できる医療機関を選ぶこと、そして、主治医と一緒になってですね、ベストの治療を考えていくということが大切です。そのためには、主治医とですね、しっかり、コミュニケーションを取ること、そして、分からないことはですね、そのままにせずに必ず、聞くことです。特にですね、がんの場合は、治療や経過観察の期間が、長期になることがほとんどですので、主治医が信頼できなかったりですね、あるいはコミュニケーションが取れない場合には、治療がうまくいきません。必要ならですね、セカンドオピニオンや、転院もですね、視野に入れていいと思います。またですね、この医師以外にも、病院にはですね、看護師、それから薬剤師、栄養士、あるいはですね、がん相談支援センターの窓口など、いろいろな職種の人がいてですね、皆さんのサポートになりたいというふうに考えています。ですから、不安なことやですね、わからないことは、何でも相談してください。主治医に聞きにくくてもですね、看護師には聞けるというようなこともあります。食事についてわからないことがあればですね、栄養士の食事指導が受けられる場合もあります。遠慮せずに、何でも利用できるものは利用すると、そのくらいの気持ちでいいと思います。というわけで、がんの治療ではですね、主治医、医療者との出会いがとても重要です。2番目はですね、治療をサポートする情報との出会いです。がんになるとですね、これ患者さんの家族も含めて、いろいろと治療法などについて、情報を集めると思います。本を読んだりですね、ネットで検索したり、あるいは、この YouTube もそうですけれども、動画や SNS でがんの情報に触れる機会が増えると思います。そこで出会った情報に振り回されるか、あるいはですね、うまく情報を利用して治療のサポートにできるかによって、患者さんの生活の質やですね、時には生存率まで変わってくる可能性があります。がんの情報に触れる時に大切なことはですね、まずはその誰が発信しているかということです。情報を発信している人が、実際にそのがんの治療に関わっている専門家かどうかということをチェックしましょう。ネットの情報であればですね、まずはそのがん情報サービスなどの公的な機関ですね、例えば大きな医療機関や研究所、あるいは製薬会社などですね、こういったものが運営している信頼できるサイトにアクセスしましょう。ただし、全ての情報を鵜呑みにするのは危険です。私も含めてですね、専門家であっても、正しいことを言っているとは限りません。例えばですね、抗がん剤は全て毒とかですね、あるいは全てのがんはカビが原因とか、食事療法だけでがんが消えるといった、こういった極端な意見には慎重になるべきです。で次にですね、できるだけ情報の元となるソースですね、主に研究論文やガイドライン、あるいは教科書になりますけれども、こういったものを調べて、科学的根拠ですね、エビデンスがあるかどうかをチェックすることです。それからですね、気に入った一つの情報だけを信じるのではなく、中立性を保つためにですね、いろいろな情報と照らし合わせるということも大切です。その中でですね、信頼に値する情報を選んで、そして家族やですね、あるいは可能であれば主治医とよく相談した上で、上手にですね、取り入れることをお勧めします。3番目はですね、自分の治癒力との出会いです。
以前もですね、お話したと思いますけれども、がんは、我々医療者が治すというものではなく、最終的には、患者さん自身の力で治るということです。がんの治療ではですね、もちろん、最適な治療を受けるということが重要なことは当たり前なんですけれども、どんなに完璧な手術をしたり、あるいは有効な抗がん剤を使ったとしても、全てのがん患者さんが治るわけではありません。ですから、がんをですね、克服するためには患者さんが自分のですね、治癒力に出会って、それをですね、最大限に引き出すということが必要だというふうに感じています。例えばですね、退院後も運動やですね、食事の工夫などの、セルフケアをですね、取り入れたり、あるいは、できるだけ心の安定を保つことや希望を持ってですね、毎日を過ごすと、そういったことで患者さん自身に備わったですね、自然治癒力を高めてもらいたいと思います。というわけで、がん治療の運命を決める3つの重要な出会いとして、1番目はですね、主治医医療者との出会い、2番目は治療をサポートする情報との出会い、そして3番目は自分の治癒力との出会い、以上3つでした。改めて5万人ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいことを取り上げてほしい話題がありましたら、コメント欄で教えてください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについての様々な情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。